抜ければ、高垣です。クロスを入れて瀬川コントロール、後ろからシュート、こぼれ球、瀬川、これはプレーは続きます。長木が切り返してつなぐ、さあ米本、さてこれはもちろん VAR チェックが入りますが、どうでしょうか。際どかったですね。きっかけは湘南のプレッシングですと、はい、大さんにバック外側に誘導したところで長木ですかね、彼が奪ってそこから素早く抑え持ってきましたけども、やっぱ良い守備から良い攻撃が生まれてますね、はい。確認しますね。ゴールです。ゴールが認められました。先制湘南ベルマーレ。